海水浴場があるんですけども、そのすぐ山側の方に、道路を挟んで山側の方で、西蒲区角田浜というところでやってます。もともとが窯を作ったのが先で、その窯に入れる品物を作り始めたというのが作るきっかけになりました。出来上がるまでの時間でしょうかね、自分なりに言うと。あとは触れる面白さというか、出来上がったものを触って楽しめるという面白さがあると思います。そうですね、鼻池を作ることが多いですね。今回はおとなしい形が多いですけど、これはシンプルな電動ろくろで引き上げた形です。こちらが、はい、この辺りはそうです。ろくろ目といって、こういう横の線が入っていて、この2つなんかは板状の粘土を板状にして、それを少し硬くしてひびが残るように、あえてこういうひびや割れを残すようにして作ったものです。だから電動ろくろのように丸いものはできないんですけども、形が自由になるんですよこれね。もそうなんですね。これもろくろなんですけれど、形を作った後にこう削りを入れて、ちょっと模様を焼く時に薪窯を使うので、灰をかぶるんです。燃えた木の灰がかぶるんですけども、そういう灰が削りがあることで、かかる部分かからない部分の模様になって出てくるっていうことですね。これなんか首がないので、お花が入ってないととても生けにくくて、どう使うんだろうと思われがちなんですけども、意外と入れてみるとしっくりまとまるという形だと思いますね。これも花入れでしょうね。何に使ってくださっても構わないんですけれど、こういうものにお花をガサッと入れてもいいですし、水をただ張っておくだけでもいいですし、ポスターを入れてもいいですし、そうですね、これは見た方とか、アルパカ とかなんかこういろいろ言われてましたけど、言われてみればちょっとね、動物みたいになりましたけど、これはさっきの板でもろくろでもなくて、紐を一段ずつ下からこう形を作っていくという作り方をしています。これもさっきの大きな板を伸ばしたものを丸めて、ここでつないでます。ここでつないで、でそこを持ち上げて、これもやっぱりひびを残すためにそういう作り方をしています。これは何か蓋があるものを作りたいなと思って作っていて、こういう形になったという。ただ筒でも面白くないので、多少左右でバランスを変えてありますけれど、これもやっぱり紐を積んでいって作りました。そうですね、この辺りは見ての通りのコーヒーカップですけども、この2つは一応電動ろくろを使ってまっすぐに作ったものなんですけども、それを後から柔らかいうちにこう手の中で歪めて形を作るという、これもまず筒を電動ろくろできれいに引いておいて、こう手の中で歪めていくという形で作りました。その後こういう線を入れたりとか、繰り返して。